トヨタオーリオン XV40。XV40 型オーリオン、アウリオン、XV40 は、トヨタ自動車が2006年よりオーストラリア及びアジアの一部地域で販売していたセダン型乗用車で、ある。2006年のメルボルンモーターショーにて発表された、XV40 型カムリをベースとしており、形式は同じく、XV40 である。 オーストララシア及び中東においては、オーリオンは、同市場における、フラグシップモデルであった、MCX10 型アバロンの後継者としてカムリと、併売されており、中国や、香港、マカオシンガポールを除く東南アジアにおいては、オーリオンがカムリとして販売される。オーストララシア、中東市場においては、オーリオンは3.5リットル V 型6、気筒エンジンのみを搭載し、同市場においては、 直列4気筒2.4リットルエンジンのみをラインアップするカムリと差別化が図られている。オーストラリア以外では、中国では、公衆トヨタでカムリとして現地生産されているほか、台湾、タイ、ベトナムでも生産されている。ベースとなるカムリのフルモデルチェンジに従い、2012年4月には2台目、XV50 型にフルモデルチェンジした。 オーリオンの生産開始以前には2005年6月までオーストラリアメルボルンのトヨタモーターコーポレーションオーストラリアアルトナ工場では MCX10 型アバロンが製造されていた同工場においてアバロンは2000年から生産されたが生産開始時点で北米市場における MCX10 型アバロンの登場からすでに6年が過ごしており北米仕様とはデザインが一部変更された アバロンは同じくアルトナ工場で製造されるカムリの上位車種として製造された。しかし、デザインが古めかしい、排気量が小さい、前輪駆動である、などの理由により、ホールデンコモドアやフォードファルコンといった競合車種に対抗することは叶わず、販売は振るわなかった。販売の最も多かった年でも、トヨタの年間販売目標台数の半分にも届かず、 想定していた顧客層の多くは、アバロンと同じ V 型6気筒エンジンを搭載していた1クラス下のカムリ購入した。そういったことを受け、トヨタはオーストラリアの顧客が現代的で豪州市場にあった車を求めていると考え、2002年にアバロンの後継者の開発計画を本格的に開始した。豪州トヨタは当時日本市場や北米市場向けに、 開発されていた、どのモデルも合衆市場には適していないと判断したが、一方で、合衆市場におけるサイズ規制のために、完全オリジナルのモデルの開発はしかった。また、当時合衆トヨタには社内にデザイナーがいなかったため、2002年8月に、ポール・ベランジャーを入社させ、ビクトリア州、ディングリー・ビレッジの工業団地に、トヨタスタイル・オーストラリアを設立した。TSA はまず、 X ランナーコンセプト及び、スポルティーボクーペコンセプトをデザインし、2003年には、以前フォードオーストラリアで、デザイナーとして働き、BA ファルコンの XR シリーズをデザインしたニック、ホジオスが TSA のチーフデザイナーとして指名された。続いて、2003年に TSA は、オーリオン開発の第一歩として、XV30 型カムリをベースとした独自モデル、コードネーム、 380リットルを設計した。この380リットルは XV30 型カムリの外装パネルやインテリア部品を TSA 独自のものと交換して作ったワンオフモデルであり、開発費用は約100万オーストラリアドルであった。2003年初頭にトヨタが行ったフォーカスグループでアバロンが競合車種であるホールデンコモドア、フォードファルコン、三菱。 マグナと比較された際には最下位にランクされたが、アバロンを380リットルと交換して、同年中に再び行われた、フォーカスグループでは380リットルが4台の、うちで最も好印象を持たれ、またベランジャー曰く380リットルがカムリと同じ、車だとは思われなかったという。そして欧州トヨタは6気筒エンジンを搭載した380リットルを、 カムリとは別の名前でカムリと併売することができると判断した。TSA は市販車両を開発したことがなかったため、日本のトヨタに TSA が本当に車両の開発を行えると確信させるため、380リットルの開発期間に TSA はアバロン後継者についてトヨタ本部と定期的に議論がさねた。 トヨタ本部へのプレゼンテーションにおいて380リットルが引き渡された際には、ニックホジオスに対し次世代のコードネーム、レイヨニエル、カムリ、あとの XV40 型、カムリのデザインコンペティションへの案を提出するように、要求がなされた。ホジオスの案は採用されなかったが、彼は、あとのオリオンとなる、アジア仕様カムリであり、通常のカムリの上位者種でもある、コードネーム、 a 4 3 l の発をするよう命じられた。TSA のコンセプトカーや380リットルの開発が成功したため、豪州トヨタは 042L と 043L を共に製造し、併売することを許可されたが、カムリに搭載されるエンジンは4気筒のみ、カムリの上位車種、後のオーリオンに搭載されるエンジンは6気筒のみという制約がなされた。 ホジオスは9ヶ月間日本において A43L の設計を行い、最終的なデザインは日本人及び台湾人のデザイナーと共同で行ったが、車両全部のデザインはほぼホジオス自身によるものとなった。ホジオスが日本で設計をしている間、TSA は欧州市場向けオーリオン用のデザイン変更を開始した。デザインが完成した後、欧州トヨタは、 公衆仕様オーリオンとアジア仕様カムリの設計を並行していった。公衆向けオーリオンとアジア仕様カムリは基本的に同じであったが、後者は高級車としてしか販売されない一方で、オーリオンは商用車としても販売され、スポーツモデルも用意されるため、両車には別のコードネームが付けられ、オーリオンのコードネームは323リットルとされた。 欧州トヨタは2006年2月9日にメルボルンモーターショーにおいてオーリオン及びオーリオンスポーツコンセプトを発表した。トヨタは30以上の社名候補の中から消費者調査を経てこの車を小ギリシア語で明日を意味するオーリオンと名付けた。この社名は全く新しい車を表現しキャントエイトフォートゥモローというキャッチコピーとも結び付けられている。外装部品ではドア、 ウィンドウ、ルーフパネル、リアクォーターを含めたボディサイド部分を XV40 型カムリと共有するが、それ以外の部分はオーリオン独自のものである。これにより、ホイールベースや前後トレッド、室内寸法はカムリと同一である。内装については、基本的なデザインはカムリと共通であり、ダッシュボードや足踏み式、パーキングブレーキのデザインなどが変更されている。 これにより、開発コストが抑えられ、また、カムリと同じラインにおいて生産することを容易に、可能とした。オーディオンは、アジア市場も考慮してデザインされたが、トヨタは、オーストラリアンテイストのデザインであると表現している。補助水枠オーディオンは、オーストラリア社のデザインの特徴に、法ながらも欧州社のデザインからもインスピレーションを得ているという。また、他のトヨタ車同様、 パーフェクトインバランスとも言われるトヨタのデザインフィロソフィーであるバイブランクラレティのもとでデザインがなされた。同セグメントのメルセデスベンツ社の直下にランクされ高級車として販売される中国市場などでの販売にはメルセデスベンツの車のような特徴を持つことを必要としたオーリオンのデザインにおいてデザイナーは市場に合わせた2つのデザインコンセプトを生み出した。 ベースグレードの ATX 上級グレードのプロディジー及びプレサラはコンフートをコンセプトにデザインされスポーツモデルのスポルティーボはスポーツをコンセプトにデザインされたこのコンセプトに合うようスポルティーボには専用17インチアルミホイーやリアスポイラー及び各種エアロパーツ3本スポークステアリングが装備される高性能モデルである TRD のデザインもスポルティーボと類似しているが、海一からインスピレーションを受けてデザインされたフロントバンパーやテールパイプ一体型リアバンパーは TRD 独自のデザインとなっている。2009年6月にタイのトヨタモータータイランドが東アジア及び東南アジア向けのカムリのマイナーチェンジモデルを合衆仕様のオーリオンに先立って発表し、ハイブリッド仕様も 新たにラインアップされた。マイナーチェンジにおけるフェイスリフトにより、前後ランプやフロントバンパー、フロントグリルのデザインが変更され、内装のデザインも一部変更された。同年9月21日には欧州とヨータにより、オーリオンにも同様のマイナーチェンジが行われることが公式に発表された。フェイスリフトによりボディサイドモールディングが廃止されたほか、 アルミホイールのデザインも変更されている。オーリオンには、オーストリア国外のカムジにも搭載される 2GR、FE 型 V 型6気筒自然吸気エンジンが搭載される。排気量は3.5リットルで、最高出力は 272PS、最大トルクは 34.3KGFM となる。95リューマニアルウムエンプレミアムガソリンを燃料として使用すると、 最高出力は4キロワット向上する。0時速1 0 0トル加速は7.4秒が記録されており、トヨタは最高速度が時速2 2 8キロメートルであると発表している。オーディオンはユーロ4ハイガス規制に適合しており、オーストラリアの ADR81、01燃費は、10. 1 0 1トルリットルである。2GRFE 型エンジンは、 TRD のスーパーチャージドエンジンも含め U660E 型6速 AT と組み合わせられる。スーパーチャージャー付きの 2GRFE 型エンジンの最高出力は 328PS、最大トルクは 40.8KGFM となり、燃費は 9.2km リットルとなる。この TRD モデルはイートン社のスーパーチャージャー TVS を採用した。 世界初の量産者となる。オーリオンがカムリとして販売される。アジアの市場においては、排気量2.0リットルの直列4気筒 1AZFE 型及び2.4リットルの直列4気筒 2AZFE 型エンジンが用意される。また、そのうちの一部の市場においては3.5リットルなエンジンも用意される。 1AZFE 型エンジンの最高出力は 147PS。最大トルクは 19.4KGFM。2AZFE 型エンジンの最高出力は 173PS。最大トルクは 22.8KGFM となる。1AZFE 型エンジンには U241E 型4速 AT が 2AZFE 型エンジンには U250E 型5速 AT が組み合わせられる。また、2009年頃には一部市場に2.0リットル 3ZRFE 型エンジン搭載モデルも投入された。3ZRFE 型エンジンの最高出力は 139PS、最大トルクは 19.3Kgfm となり、U241E 型4速 AT が組み合わせられ、 さらに一部の市場においては6速 MT も組み合わせられる。また、大使用のカムリには最高出力 149PS、最大トルク 19.1KGFM の2、AZ フックス型エンジンに最高出力 30kW 最大トルク 270Nm のモーターが組み合わせられたハイブリッドモデルも用意され、変速機には P311 型 CVT が採用される。 オーリオンが販売されるオーストラリア市場においては同じ前輪駆動車で2008年に生産が終了された三菱380のほか後輪駆動車であるフォードファルコン及びホールデンコモドアが合車種となった。また TRD はスバルリバティ g t 及びマツダ 6MPS の競合車種として投入された。投入以降オーリオンは多数の賞を受賞し 好評を博した。特にその燃費性能やパフォーマンス、そして競合車にはオプションでしか用意されない、安全装備や快適装備が標準装備されていることが評価された。販売開始に先立って、オーストラリアにおける年間販売目標台数は2万4000台に設定されたが、販売開始翌年の2007年からそれを上回ることはなく、2009年の販売台数は、 目標台数の半分程度となっている。また、中東及びニュージーランド市場向けに8000台の輸出が見込まれていたが、中東への輸出は2007年に開始され、すでに1万台の輸出がなされている。オーストラリアのドライブカー・オブ・ザ・イヤーにおいては、2006年度、2007年度、及び2009年度のベストラージカーに選出されている。 商用車向けのエントリーグレードとして投入された。対抗車種であるホールデンコモドアオメガより装備は充実している。2006年及び2007年には ATX がオーストラリアズベストラージーに選出された。2007年10月には ATX をベースに16インチアルミホイールやリアスポイラーなどが追加装備された特別使用車ツーリング SE が発売された。 あとに2008年4月、2008年10月及び2009年4月に販売され、2009年に発売されたモデルには17インチアルミホイール、スポルティーボ用、フロントグリル及び前後スポーツランプが装備された。スポーツモデルであり、スポルティーボ SX6 とスポルティーボ ZR6 の2モデルが用意される。SX6 には専用のスポーツボディキット、スポーツサスペンション、 スポーツシート、スポーツヘッドランプ及び17インチアルミホイールが装備される。ZR6 は SX6 をベースに、電動スポーツレザーシートなどが装備される。ATX とプレサラの中間グレードで、ニュージーランド及び中東では、ツーリングの名称で販売される。運転席電動シートやレザー装飾などが装備される。また、フォグランプが標準装備され。 16インチアルミホイールが装着される。2011年にはプロディジーをベースとした250台限定の特別使用車ホワイト LE が発売された。専用のアルミホイールが装着され、ボディカラーはクリスタルホワイトとなった。スポルティーボ用のエアロパーツが装備され、専用のバッジが装着された。インテリアも専用のものとなり、黒と白を基調としている。 最上級グレードであり、電動シート、プッシュエンジンスターター、サンルーフ、リアビューカメラ、カーナビゲーションシステムなどが標準装備される。ニュージーランド及び中東においては、グランデモニカの名称で販売される。トヨタは2006年のメルボルンモーターショーで、オーリオンスポーツコンセプトを発表したが、このモデルは、後の2007年8月に発売される。 TRD オーリオンのプレビューモデルであった。TRD オーストラリアはそれより前の2005年に発表された XV30 型カムリベースの TS-01 コンセプトで初めてスーパーチャージャーを搭載していた。TRD オーリオン開発プロジェクトのエクステリアデザインマネージャーは元、フォードオーストラリアのデザイナーのリーモランであった。 彼は TSA のベランジャーにより抜擢された。モランはフロントグリルを小さくし、フロントバンパーを強調することによって、下位風のデザインとした。日本のトヨタで行われた風洞実験では TRD オーリオンの CD 値が0.30であることが確認されたが、これは標準車よりも低い値であった。外装部品ではリアバンパーやテールランプ、エアロパーツなどについて、 専用のものが装着され、スーパーチャージャー付きの V 型6気筒3.5リットルエンジンが搭載される。また、ハンドリングを向上するため、専用のサスペンション及びタイヤが装着された。ゴーシュートヨタは TRD オーリオンのほとんどをオーストラリア国内で販売する計画で、月販台数は50から70台程度を計画していた。しかし販売は失敗し、 2009年3月31日時点で TRD オーストラリアは TD ハイラックスとともに TRD オーリオンの生産を中止し TRD オーストラリアは閉鎖されたグレードは 3500S と 3500SL の2種類が用意されており全社には専用パフォーマンスマフラー19インチアルミホイールアルカンターラシートなどが装備され後舎にはさらに専用シフトレバーや リアバンパーリーンフォースなどが追加装備される。また、これは市販車として世界で初めてイートン製の TVS スーパーチャージャーを採用したモデルでもあり、これにより出力、トルクを向上しながらエンジン音も削減している。オーディオンは東アジア及び東南アジアの一部地域においてカムリとして製造、販売されている。このモデルは 公衆使用者とは異なったフロントグリルを装着し、グレード構成も異なっている。グレードは国により異なるが、一部の国では、低級グレードから順に、2.0E、2.0G、2.4E、2 G、4G、e、2.4スポルティーボ、2.4ボルト、3.5V、3.5Q がラインアップされる。なお、グレード名の数字は、排気量を表す。 タイ市場においては 2.0E、2.0G、e、2.4V のングレードがラインアップされ、インドネシア及びフィリピンでは2 G、4G、2.4V、3.5Q のングレードがラインアップされた。インドネシア市場においては 2.4V 及び 3.5Q が多く政府向けに販売され、またインドネシアにおける同クラスのベストセラー車となった。タイ市場には オーリオンをベースとしたカムリハイブリッドも用意される。ベトナム市場には2006年に投入され、2、4G と3.59の2グレードのみがラインアップされた。ベトナムビンフックショーのトヨタ自動車工場においてはカムリの製造が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。